天才とか、名古屋の本当に まいです。今日は九州、鹿児島に来ております。これはですね、今日むちゃくちゃ天気が悪いんですけど、とりあえず今日一日で、鹿児島を去ってしまうので桜島に無理やり来ちゃいました。今フェリーの上から撮っているんですが、もうそろそろしますとですね、桜島に到着というか上陸します。フェリーは22時間運行しているようで、桜島フェリーですね、鹿児島港から出ているんですけど、15分おきぐらいに就航して出ているのでとても便利です。これやはりね、火山のだけあって、この海岸線がですね黒っぽくなっているのは、これはあの火山による溶岩が固まったものなんじゃないかなと思います。はい、まもなく桜島港に入港します。この植生もやっぱり熱帯っぽいですね。亜熱帯っぽい木が、木というか植物が目の前で見えております。これが桜島港になります。いよいよ到着です。
今桜島港に着岸しました。ではこれから桜島観光、雨が降っているんですけどとりあえず桜島観光に出かけたいと思います。